はい。こんにちは。柴崎ですよ。ねえ。お元気でしたかあいや、そう。よかったね柴崎もね、ほら、ご覧のようにね、今日も元気に絵を描いてます。さて、ね、え今回のテーマなんですけどね、実はこれです。はい。ねえ。 桜クーピーペンシル18色です。これ知ってるでしょでも芝関はね、知らなかったんですよ。まあ今までね、いろいろな画材を使って、まあお絵かきしてね、えー、あなたに見ていただいてきたんですけども、その中にね、特にお若い方かな、クーピーで描いてっていうね、コメントがずいぶんたくさんありまして、 クーピーって何だろうと思ってたんだけどね。今日、手に入れました。ねこれでしょあなたが書いてみせて欲しかった画材って。ねクーピー。さあ、この画材がどんな感じなもんなのかね。柴崎は楽しみにね、試しながら絵を描いてみようと思ってます。では何を描くかね。それは描いてのお楽しみです。それでは早速、クーピー使って、 行ってみようさてではやってみましょうねはいクーピーですようん。あれあららこれね以前書いたクレヨンの残りカスですねごめんなさい髪が汚れてしまっていてはい、えー、じゃあ続けましょうなるほどこんな感じなんだね えとこのクーピーはねもうたくさん動画見てくださったねあなたから是非使ってね何か描いてみてくださいというリクエストをたくさん寄せていただきましてどうもありがとうねはいということで柴崎はねそのご要望に応じて今初めてねこのクーピーを使っていますうんこんな感じなんだね とても使いやすいね。なんというかこう不思議な感じだな。こう芯に弾力あるっていうかね。うん。そしてこう色がこんなふうに続くんだね。描きやすいね。はい。えところでえ今日描いてるものですけどね。もうわかったでしょ。そう。ね日本人だったらあの嬉しい時とかね。 おめでたい時のお魚ですおめでたいのお魚おめですよはいえー、まあクーピー使ってねタイを描こうと思った一つの理由はタイが住んでいるね比較的このおーまあ 深い海の色ですね深い海だからこんなふうに、ね、青やグリーンたくさん色を重ねてその色を作ろうと思ったんですけども、えー、そこに住んでいるタイもうぴったりですね。えーまあそれを使って描くんですけどタイというとね赤というイメージでしょ。でも実は 複雑な色してるんですよね。今塗ってるこんな黄色とかね、こんなブルーとか。まあこれはタイの色というも、タイがこう、色を反射して、光を反射して作り出してる色でもあるんですね。まあそれを今日この空気ーーでね、どのくらいまでね、再現できるか。 それも楽しみの挑戦としてやってみたいと思ってます今黄色にオレンジを重ねましたよほらこんなに細かくね繊細にこのクーピーは描くことできるんだよねこう描いても芯が折れないとこはすごいね細い線で描けるといったらこんなとこもいいですねこれはタイの背びれです 知ってましたか鯛の背びれにはこう鋭いトゲになってるんだよね。えっ、ー、と前のからいくつかな 6, 6本か8本ぐらいだったかな鋭いトゲでねこっちの方はねトゲはないんだけどだから鯛を手にする時はちょっと気をつけないといけないですね。まあ昔からよく美しいものにはトゲがあるって言うけど 体にもちゃんとね鋭い時計があるんですよね。はい、でこれねこれは側線というんですね。まあタイ外の魚に見られる模様ですこれを何かっていうちょっと調べてみたんですけども、まあ、水流水の流れの速さとか圧力とかそういうものを感じ取る器官だというふうに出ていました。ね。 ほら、この辺りピンクでこう表現してますよ。あとタイはね、この口が特徴なんですよ。結構しっかりと大きい口です。ねえ。この辺よく見たことありますかえ <laughs> それをね、このエラのの辺り、いろいろな色を使って表現してるんですけども、タイの口にはね、 驚くことに鋭いこう歯というか牙というかねこうここここあるんですねまあ鯛の大好物はエビで鯛を釣るっていう言葉があるとおりまあね伊勢エビなんか大好きなんですよね伊勢エビ硬いでしょうあれをこの鋭い歯でねガリガリ食べちゃうんですねうーん タイのカブトニってね煮物があるんだけどこの辺りをね煮て食べると柴崎大好きですところでタイの体にはこんなねこうワールドブルーかなセルリアンブルーかな明るいブルーの点々が模様になってるんだよねとっても綺麗ですけども何のためあなってるんだろう誰か知ってるはい はい。これがね、えー、付属の消しゴムですね。はい。こんな感じですね。ここ消してみようかな。消せるかな。うんどうだ、うんお、取れますね。あ、ほらほら。消えるね。よし。どうだ。ああ、ちゃんと消えます。いいですね。 じゃ、あこっちの方も、ちょっと、消しとこうかな。こんな具合。えー、はいはい。で、えー、目玉をね、書き起こします。タイの目玉っていうのも、大きいんですよね。さっきも話した通り、これで、ね、タイの頭をね、兜にして食べると。この目玉も美味しいですね。うん、うん、プルプルしてて。 タイのね目の玉ってまん丸じゃないんだよねなんていうかね今書いてるようにこうちょっと潰れたような楕円のような形してますええこん,なこんな形ですよ何かこう前の方にグッとこう焦点を合わせられるようなそういう機能があるというふうに聞いたことあるんですけどねはいさあだいぶ色が塗ってきましたよ そしてこの辺りは、まあ、海の上の面ですね。まあ、タイから見ると、えー、まあ空の明るさが透けて見えるあ水の動きこれをこんなクーピーでね描いています。さあ随分ねクーピーのタッチも重なりました。どうかなはい。ねタイがこれで出来上がりです。 はい。書き終わりました。はい。どうだったクーピー使ってタイを書くとは思ってなかったでしょう。<laughs> まあでもね、発色なんかを楽しむためには赤があったりね、青があったり緑があったり黄色があったりした方がいいかなと思ったので、海の中のタイを書きましたよ。はい。素晴らしい画材でしたね。 とっても描きやすかったです。だから、ねこれから夏休みになるね、お若いあなたもね、ぜひ、クーピーで楽しんでみてください。さあ、ということで、今回柴崎は、あなたのご要望に応じて、クーピーで絵を描きました。今日も長い時間、最後まで見てくれて本当にありがとう。また次回はね、違うテーマ、違う作品で、あなたとお会いしたいと思ってます。 それまでお元気でね。はい。どうもありがとう。またすぐにお会いしましょう。はい。